すんなよ。辛いよな、不便だろうし、でも今は安静にするしかねって。不便ではあるけれど、もう結構慣れてきたような。何かしてほしいことがあったらこの紙に書けよ。何でもしてやれることならするから。そんなに気にかけてくれなくても大丈夫なのに。目の下にクマがある。寝れていないのよね、きっと。ん？どうした？俺の子なんかついてるか？はあ、また派手に全員怪我しやがったな。伊沢だけだな、立ってられてんのは。伊沢、ずっと起きてお前の様子見てたんだぜ。こいつもこんなボロボロだってのに。栗原先生、俺のことはどうでもいい。それよりこいつ声が。まあまあ落ち着けって。とりあえずまだ何とも言えないが、今はゆっくり休ませることが一番。でもなんかしてやりて。俺が無理させたせいでこいつは。違うわ、伊沢さんのせいじゃない。正直なとこ結構難しい問題かもしれない。生体の状態があまり良くないんだよな。生体か。もう声は出ないということよね。でも後悔はしていないわ。そんな、何か方法はねえのかよ。だって精一杯のことはしてみるが、それ以上は何とも言えない。これでよかったの。私は満足だわ。私が自分で決めた結果なのに、伊沢さんだって約束を守ってくれたじゃない。こっから先は教師としての言葉じゃねえよ、友人としてだ。蘭学でも東方医学でも何でもいいが、どの道医学ってのは万能じゃねえ。だが奇跡ってのは起
起こすためにあんだよ。奇跡？絶対俺があんたを治す方法見つけてきてやるから。きっとどこかにあるはずだ。嬉しいけど無理はしないで。私は伊沢さんがいれば幸せだもの。あなたが幸せならそれでいいから。で、カツダに見舞いに来たのか。あ、伊沢さん。うん、この子の大学院生活なんてつまんないもん。こうやって見舞いに来てくれる友人っていうのもくすぐったいわね。伊沢、お待ちかねの報告が届いたぜ。阿佐ヶ谷地、本当か？本当にあったのか？それはどんな方法なんだ。おい落ち着けってば。まあただいずれにせよ信憑性のほどは何とも言えないぜ。いいから教えてくれ。できることは何だってしてやりてんだ。わあ、なんか一気に騒がしくなったね。何なの。絶対無理をしていると思うんだけれど、筆談で無理をするなんて伝えても大丈夫だって笑うし。真似できないけど羨ましいやら。ありがとうな阿佐ヶ谷地、調べてくれて手間をかけて悪かった。いや、俺だって彼女の力になれることがあるなら何かしてあげたいって思うさ。ただこの話自体眉唾もので、本当にある保証はないってことだけは覚えておいてくれよ。何のこと？これは阿佐ヶ谷地が清涼院に入った頃から調べていた泉だ。治癒能力のある水をたたえる泉だとか。
話の通り本当にあるっていう確証がない。だけどこんなものにすがるくらいしか手はない。俺はこれにかけてみようと思う。探しに行く気なの？怪我が治っていないのに。そんな顔するなよ。ただ何もしないでここでじっとしてんのだけはしたくないんだ。伊沢、お前らしいっちゃお前らしい行動だが、お前も怪我人だってことはくれぐれも忘れるなよ。栗原先生、こいつのことよろしくお願いします。したいけれど、でも伊沢さんがずっとそばにいてくれるなら私は。行ってきます。待ってて。甘いのか、それは。一番怪我がひどかったものね。元気になってよかったわ。ああ、いずる。顔色だいぶ良くなってきたね。甘いんじゃないかな、多分。そうか。甘いリンゴなら俺にもくれ。伊沢がいないと菓子がなくて困る。もう、いずるはそればっか。自分でも作れるようになったらどう？伊沢は作る係で、俺は食べる係専門だ。見つからなくてもいい。伊沢さんが無事に帰ってきてくれればもうそれだけでいい。
もし水が見つかってもう一度声が出せたとしたら。私は伊沢さんの名前を呼びたい。伊沢が行ってから何日経ったっけ。見つかったならいいんだが。あいつのことだ。見つかるまで帰ってこないだろう。何日だなんてもう覚えていないわ。今頃どうしているんだろう。こんな思いをするくらいなら無理にでもついていけばよかったわ。心配ないと思うよ。伊沢は強い鬼だから。君がそんな顔していちゃダメだろ。それはそうだと思うけれど。心配しても何もならない。もしもなんて考えてはダメ。私のためにいてくれているんだもの。誰よりも気丈でいなきゃいけないのも分かってる。でも会いたい。私ってこんなに弱かったかしら。あ、でも本当に夢でもいいわ。夢でいいから一目会えればまだどうにか我慢。遅かったじゃないか伊沢。彼女毎日不安がっていたんだぞ。本物だ。伊沢さんだわ。待たせて悪かった。よかった。無事に帰ってきてくれてよかった。で、守備はどうなんだ。
申し訳ないけれど、でも仕方がないじゃない。あったんだよ、阿佐ヶ谷地の家に伝わる泉が実在していたんだ。ほら、飲んでくれ。あんたのために持ってきたんだ。信じるたちではなかったんだけれど、どうかお願い。大丈夫か？伊沢さんじゃなくて、おみって呼んでくれないか。俺、あんたにおみって呼ばれたいんだ。おみ？おみ、おみ、おみ。私も呼んで。本当によかった、あんたの声が戻って。愛してる。もう一度声が聞けてよかった。